ガチャリクスピのギターの友澤です。花です。坂です。大村さんとトークギター編ということです。質問があります。はい。ライブの前に心がけていることルーティーンなどはありますか？聞きたい。割と僕は人と喋るようにしてますね。メンバーだったりで、いつも通りっていう、何かこう特別なことをしようとはせずに、いつもの演奏を心がけるっていう感覚でやっていますね。いつもの自分でっていう。なるほど。ライブだからといって特別な気持ちになるとかじゃなくて。そうですね。なるほど。あとは緊張させる自分に。緊張はあんましなくなっちゃってるんで、逆にできるかなってこう思っているともだんだん緊張してくるじゃないですか。それで向かうっていう、緊張感を持たせると暗示をかけるっていう、本当にできるかな、体調悪くなりそうですけどね。いいの、体にも体に影響出そうですけど、いつもそんな感じで、緊張感といつも通りっていうのを、うまくバランスをとって挑んでしゅうと参考にします。ありがとうございます。どうもガチャリクスピンの友澤です。花です。それでは早速ですが、大村さんとトーク人呼ばな編。大村さんに、ね、作っていただいたエブリーモーメント人呼ばなの、はい、制作秘話を今回は30秒で答えていきたいと、いただきたいと思っています。いきます。よーい、スタート。秘話、まあ、僕がいつも曲作るときは寝るんですよね。はい、仰向けに寝て、はい、降りてくるんですよ。おー、ずっと飽きたなと思ったら、パソコンに向かってそのまま打ち込んで終わりです。終わった。間に合った。終わりました。残り11秒で終わりました。おー、秘話っていう秘話はないんですよ。もうリクエストいただいた、リクエストいただいたツインリードだったりとか、まあ、キーとか、まあ、ボーカルのピッチとかを合わせただけです。はい。そしてそれであんな曲が。じゃあ大村さんは、ソファーに寝ながら曲を作るという秘話でした。いやすごい、思いっきり布団です。布団です。どうもガチャリクスピの友蔵です。花です。そして中です。大村さんとトーク人呼ばな編。イエーイ。大村さんに、ね、作っていただいた、はい、Live Every Moment 人呼ばなという曲のおすすめポイントをお気に入り、紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず私から、はい、イントロなんですけど、メインリフみたいな感じで私が弾いてるんですが、はい、こうなります。かっこいい。ピッキングはアップも、そう、ピッキングはちょっと大村さんに聞こうと思ったんですけど、自分の力で、自分の力でまず一回やってみようと思ってやりました。そう、アップスタートが多いですよ。なんか大村さんが前に起死回生フォーエバーっていう曲も書いてもらったことあるんですけど、その時にこのアップから弾いてここにダウン持ってきた方が簡単だよみたいなのを一回聞いたことがあって、それをちょっと当てはめてやってます。やばっ、アップ始めですか。はい。やばっ。あれいや、そうだよ、展開大村さん的には。そう、だからダウンで普通にオルタネイトがすごい難しくて、でこのスピードが微妙についていけなかったんですよ、オルタネイト。あ、確かにこれアップの方が弾きやすいわ。で、その速さを克服するためにアップスタートで、あ、やばダドドダドドのドゥドゥをダウンにして、確かにやってみました。はい、確かにこれは思いつかないな、アップから。あ、本当ですか。はい。おこれは理にかなってるな。あーちゃんがすごっ。やったー。あ、そう、確かにそんな感じでやってみてます。ダウンだったら多分3回ともダウンにしないとあんまり良くない。ちょっと足が速くて、はい、確かに。というお気に入りポイントです。大村さんもびっくりだ。ぜひ注目して、はい、注目して聞いてください。大村さんとトーク人呼ばな編。イエーイ。
で作っていただいた、はい、Live Every Moment 人呼ばなという曲のおすすめポイントをお気に入り、紹介していきたいと思います。おすすめ、はい、私のおすすめフレーズはこちらです。のところです、うん、ハーモニクスの響きがすごく好きで、わかる、ここ私ハモってる、そうそう、一緒に一連ダッシュのところ、そうそうそう、あのめっちゃ楽しいって思った、うん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 、コピーした時に、はい、この音の響きも好きで、実はあのガチャリックスピの曲にもこの音、うん、ルルルっていう、あそうね、音が入ってて、すごくお気に入りですね。はい、はなちゃんはさ、しかもあの歌いながら弾いてるっていうのが、そうですねあ、そっか、あの一応私が歌ってることは分かってたはずだと思うんですけど、お前さんもね、リカーボーカルだってことは、そうですね、今回何にも考えないで多分作ってらっしゃるなっていうのは思いました。サビもありがとうございます、ありがとうございます成長させていただいてありがとうございます。いいことですね。大村さんとトーク人呼ばなへー、イエーイ、大村さんにね作っていただいた、はい、Live Every Moment 人呼ばなっていう曲のおすすめポイントをお気に入り、紹介していきたいと思います。おすすめポイント、それでは大村さんのおすすめフレーズ、はい、おすすめフレーズ、僕はまあどれも好きなんですけど、はい、でも今回のテーマは、うん、ジャーマンメタルみたいなテーマがあったんで、まあ、ツインリードっていうところもあって、でリードパートがとても多いっていうところもあって、やっぱりツインリードのところですね。花さんはでつつつさっきのところ、はい、で刻みの方で、友蔵さんはどこ、上のフレーズ、あ、ミシーだし、僕この前この暑さです、暑さがいいですね。なるほど、絶対に揃わない感じの暑さ、その同じニュアンスでは難しいんですよ、ツインリードって、うんうんうん、揃わない感じが熱く感じるんですよね。誰かが、うん、割と誰かがこうクールな感じで、うんうん、でどっちかが熱い感じでとかっていうのがよくあって、うん、ジャーマンメタルではその感じがこう出てていいな。確かに今回もいろんな、ね、フレーズがたくさん重なってて、はい、もうどこを聴いても聴き応えがある曲に楽しい作っていただきました、はい、それでは Live Every Moment 人呼ばな、イントロのフレーズです。聴いてください。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。それではおすすめフレーズコーナーでした。どうも、ガチャリクスピの友蔵です。花です。花です、大村さんとトーク日常編、質問があります。大村さんが普段何を食べてるか知りたい。ワニですか。ワニじゃないワニ食べたことないんじゃないかなと思いますけど、普段はでも割ともう普通だと思います、うん、皆さんの方逆に気になりますけど、私は晩ご飯をたくさん食べる派です。うん、朝昼軽めで夜はご飯3杯とか食べちゃう人です。すげえ、何和食ですか。そうですね、和食が多いですね、はい、野菜とか前菜もめっちゃいっぱいあってとにかく食べる。あ、偉い偉い。何食ってます。あ、私は朝はパン朝はパン夜は麺かご飯。でもちゃんと麺かっていうセレクトは麺っていうセレクトあるじゃない。私夜麺ダメだな。麺は昼です。あんま分かんない。あんまない。僕はもうどれでも OK。 あ、何でも自分ルールがない。自分ルールがない、もう何に来てもいい。何着てもいいですけど、でも夜パンでもいいんですか。あ、もう全然大丈夫です。それはすごいすごいのか割と家にいると、うん、その朝、昼、夜の感覚ってもうないんで、ただの時間なんで、あれは。ただ、お腹空いた時に食べたいものを食べるって。お茶も飲むし、コーラも飲むし、いろんなものも飲むしっていう。料理とかしたりする。料理はしますよ。おー、そうなんですね。そう。私はしないんで。あ、しない
でも簡単なものを作って、でもいっぱい並べることはないですね、本当に。うん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 、1食、2食を、うんうん、ご飯チンでいいですし。ご飯チン。ご飯だけでも大丈夫です。普通にご飯食べてました。食べてました。毎日じゃなかった。毎日じゃなかった。梅干しのっけて食ってます。どうも、ガチャリックスピンの友蔵です。花です。村です。大村さんとのトーク、ギター編。イエーイ。それでは早速質問なんですが、はい、大村さん、普段の練習はどんなことをされていますか？練習してると思われてるのがいいですね。基本的にはもう弾けるかなぐらいの感覚で、でアクセントですね。アクセントの練習。こういうアクセント。はい、これができればもう曲を弾くだけ。これができれば曲を弾くだけ。受けが何もないって。大丈夫。ただ繰り返してるだけ。いい。いい。大丈夫かな。どうも、ガチャリクスピンのギターの友蔵です。花です。坂です。ということで、大村さんとのギタートーク。次の質問は、レコーディングの時に、すごくね、テイクを重ねられてるというのを、大村さんの SNS、Twitter で見たんですけど、はい、多い時は1曲大体どのくらいテイクを重ねるんでしょうか？多い時は1000以上。うん、すごーい。もう気に入らなかったら即止めて、消して。1000って、ピャーってやって、あ、ダメ、もうっていう。もうダメと思ったらもうその後のテイクも絶対ダメなんで、うん、ああ、もうそこで止まっ、トモちゃん続けることもする、止めない。私もピッて弾いて、うん、あ、なんかって言いましたらもうすぐやめちゃうか。それをずっと繰り返す。なるほど。ただ1000繰り返したことはないかもしれないですけど。だから弾いてるより消してる方が長いあと消すその作業の速さは。でも大村さんぐらいだとやっぱりその自分の基準点っていうのは結構上がっちゃうんですかね。なんか私はレコーディングの時にやっぱり今の自分の実力とかを残せるチャンスだけど、実力以上は絶対出ないじゃないですか。だからなんかデッドっていうか、あ、ここまでが自分の最高はここだな、まあ、もっとやりたかったけどそれはまた次の自分の成長した自分でレコーディングしようみたいな感じで考えて、そのデッドが大体自分で決めるんですけど、そういうのをもっともっとってやるってことですよね、きっと。割と、まあ、レコーディングするときで時間があるので、もう、一番いい。時間の中で1000回弾くと。終わりが、確かにその、どこまでって良しとするかがどんどん、ね、いくらでも変わりだすので、どんどん。だいたい理想っていうのはもうできてやるので、そこにこう、合わせて弾いてあげればっていう。妥協はしない。妥協はしない。恥ずかしくないことですからね。いいものを作るために、うん、たくさん撮る。これからもレコーディング頑張ります。はい、先テイクで